はいどうも皆さんこんにちは。ゲーム実況者ナンバー14人呼んで直樹です。限界挑戦で90万点超えられたので一応紹介します。先ほど出したばかりなので編集はいつもより荒いですがご了承ください。それじゃあまず補正は攻撃と会心に全振りです。難易度係数は反射を外して133にしておきます。今回は反射を気にせず敵の気力をガンガン減らしてガンガン攻める作戦です。パーティーはこちら。超精神の即死攻撃は雷帝でなんとか受け切れます。陣部はこちら。順番は適当でいいです。霊獣はこちら。朱雀は必須だと思います。玄武は他のでもいいです。雷帝の絆は諸葛亮でアビリティはこんな感じです。基本全員攻撃寄りですね。才能は雷帝は吸収、あとは神官です。玄武は当該だけですね。それじゃあやっていきましょう。今回のパテは前回と違い公孫さんや宗妃がいるので敵の当該がめっちゃ回復するため全滅させるのはかなり難しいです。全滅させても当該の回復が少なかったりとかで点数伸びない時もありますが一応高得点が狙えます。アビリティや補正順番をいじくればもうちょい出やすくなるかもです。少なくとも昨日紹介したパーティーよりは点数出しやすいです。もうやりきってる方もいると思いますが良ければ参考にしてください。それじゃあご視聴ありがとうございました。